本日は、ボードーさんのゲーム、クラウドシティをプレイしていきたいと思います。というわけで、スタート。このゲームを簡単に説明すると、街を駆け巡って集団を作り、数の多いチームが少ない人のチームを飲み込むというゲームだぜ。こんな感じで街中に人が歩いています。左の方に行ってみよっと。お、自分のチームより人数の少ないチームを発見。残さず捕らえろー。残り一人が難しいものだな。捕らえたぞ。よし、先にお前から倒す。しゃあれ、さっきの敵どこに行った？まあ大丈夫、なんせ私は今のところチャンピオンだからね。あと少しであのチームを壊滅させられそう。ハーフタイム。何これ、まあいいや。おらー、佐々木の続きだー。このゲーム、本当に最後の一人が倒しにくいんだぜ。もう終わりだー。次々倒していこう。よく見たら、残りタイムがちゃっちゃっと減り続けているんだぜ。このタイムで、全員を倒すのは無理だと思ったので、近くにいる人たちを丸飲みにしようと思います。まずはお前らだ。この規模のチームと、超大規模なチームに分かれるから、最初が大事だと思うぜ。最後はお前らだ。全員倒せなかったとしても、バトルロイヤルではないから、今の時点での順位が確定するぜ。さてレベルアップの時間だよ。左から、マグネットドラゴン、塊ドラゴン、ミリオンズパワーだよ。いやネーミング適当すぎるだろ。よし、これをレベルアップだ。おい待て。おかわりいただけただろうか。人を半分にぶった切ってんじゃねえか。レベルアップの裏で、何が行われていたかは不明です。お金が貯まったので、もう一段階レベルを上げてみましょう。どんだけ細かく人を切ったんだ。少数点レベルの切断職人だったとは思いませんでした。勝ったぞー。ついでにもう一レベ上げてみたいと思います。ポン。もうやめてあげてー。